ちゃなことなんですね。Thank you.
本日はご対応のお集まりいただきありがとうございます。定刻となりましたので、ただいまより島田学園飯塚高等学校赤尾流星の J リーグクラブガイナーレ鳥取加入内定に伴う記者会見を始めさせていただきます。本日司会進行を担当いたします飯塚高校サッカー部長の島田と申します。よろしくお願いいたします。それでは本日の記者会見出席者をご紹介いたします。飯塚高校サッカー部監督長辻義則でございます。続きまして飯塚高校3年高尾流星でございます。続きましてガイナーレ鳥取強化学生部部長吉野智之様でございます。よろしくお願いします。まずはじめに中辻監督よりご挨拶および高尾選手の紹介をお願いいたします。本日飯塚高校サッカー部高尾流星の入団記者会見にご対応の中お集まりいただいた報道陣の皆様方、また来年の鳥取業界部長吉野様、誠にありがとうございます。またこの会場を提供していただいた野上プレジデントホテルの皆様方、心から感謝申し上げます。私の方からは高尾選手の簡単な紹介をさせていただきたいなと思っています。高尾選手は、宮崎県出身で、ベントノーバアンダー15というチームから飯塚高校に参りました。身長は178センチ、体重72キロ、利き足は右足です。ポジションはフォワード。プレーの特徴といたしましては、ゴール前での相手を背負ったプレー、得点感覚というようなところで、ゴール前の魅力的な選手なんじゃないかなというふうに思っております。本人もですね、強く希望している日本一のストライカーというようなところで、我々サッカーのスタッフも日本一のストライカー、日本代表に、日本を、ね、ワールドカップ優勝に導いてくれるような、そんな選手になってもらいたいと思って、我々も期待している選手です。以上です。ありがとうございました。続きまして、ガイナーレ鳥取加入内定の高尾流星選手よりご挨拶申し上げます。高尾選手、お願いします。こんにちは。来期からガイナーレ鳥取加入することになりました。飯塚高校の高尾流星です。高卒 J リーガーの目標を達成できたこと、ガイナーレ鳥取でプロ生活スタートできることをとても嬉しく思っています。今の自分があるのも今まで支えてくださった皆様のおかげです。感謝の気持ちを忘れずプレーしたいと思います。自分の特徴は得点感覚の部分だと思うので、その特徴を生かして一日でも早くチームの力になれるよう頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。次にガイナーレ鳥取協会育成部部長吉野様よりご挨拶及び内定選手へのコメントをお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。私ガイナーレ鳥取協会育成部部長を務めております、吉野と申します。本日はよろしくお願いいたします。この度ですね、飯塚高校サッカー部所属の高尾選手、獲得に応援ということで皆さんにご報告させていただきます。簡単ですけれども、獲得までの経緯を説明させていただきますと、9月中旬くらいですかね、高尾選手にヘッドラーの方に来ていただいて練習参加していただきました。1週間程度だったと思います。そこでですね、現金監督含む首脳陣にすごく高い評価を得ました。それがありましたので、10月の頭の
10月の4日ですかね、J リーグ主催の J エリートリーグというものがあるんですけれども、徳島ゴール実戦にも参加していただきました。まあ、総合的に練習と試合を見させてもらって、もちろん現場首脳陣とも話した中で、現段階での彼の能力と、これからプロに入ってからの伸びしろを考えた中で、これは非常に期待ができるのではないかというところで、獲得の判断をいたしました。我々クラブにとってもですね、将来有望な選手が、クラブに加入していることはとても嬉しく思いますし、彼がですね、我々のクラブで躍動する姿を、見せれる、皆さんに見せれるようにですね、我々もしっかりと今後サポートしていきたいなと思っております。最後になりますけれども、今回このような会見を開いていただきました飯塚高校サッカー部監督の永里さん、それから各関係者の皆様に心から御礼申し上げます。ありがとうございます。以上です。ありがとうございました。それではこれより報道関係の皆さんからのご質問をお受けいたしたいと思います。まず代表質問といたしまして、西日本新聞社大橋様、よろしくお願いいたします。周りとつながる
ピードの緩急のつけ方っていうのは生まれ持ったものなのかなっていうふうに思っています。で、彼自身は分からないと言いましたけど、得点を取るっていうことは必ずそこに要因があります。で、彼の特徴の一つで、僕がここはすごい獲得に至るまでに、一つポイントとなったのが、フォワードの選手ってある程度自分のタイミングでボールが来ないとプレーが止まってしまうんですね。ただ高尾選手の場合は、その状況が変わっても足ステップを変えて、また動き直せる、プレーをやめずに連続してできるっていうところは、フォワードとして の必要要素の一つ、大きな要因の一つだからこそ点が取れるのではないでしょうかというところが、そこは連続してできるところはあまり、近年なかなか見ていた選手の中では少なかったので、それが高校年代で高年代でできるということは、そこに一つ全てではないかもしれませんけれども、彼がここまで得点してきている要因の一つなんじゃないかなというふうには思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。続けてご質問のある方はそれ言いますが、挙手いただきましたらマイクをお持ちいたしますので、御社名とお名前をおっしゃってからご質問をお願いいたします。あ、すみません、地元の朝日新聞の時計箱です。ちょっと細かいところで申し訳ないんですが、まず宮崎県のどこの出身か教えていただきたいのが一つと、それから先ほどですね、目標とする選手って言うんですかね、なんとか選手が大好きとおっしゃったんですけど、よく聞き取れなかったんで、何の選手か、すいません。で、3点目でですね、どういう選手になりたいかというのをもう一回はっきりとおっしゃっていただけますか。よろしくお願いします。はい、出身は宮崎市の佐土原町で、目標とする選手はレバンドフスキー選手です。どのような選手になりたいかは、ボールを渡したら絶対点を決めてくれるような、そんなストライカーになりたいです。すみません、ちょっとご紹介ください。飯塚高校ではですね、彼は特待生でスポーツ特待生という形なんでしょうね。名称としてはどういうのなんですか。枠としては島田小学生です。島田小学生、はい、スポーツ小学生という上でよろしいですか。はい、スポーツ枠の小学生。はい、はい、入ります。その入学時間違うんですね。難しいところもあるんですけれども、
若い力をしっかりとその後ろを成長度合いを加速させていくことでチームを上げていくというふうな方針で今やっています。なのでなかなかこう一回崩れると戻すのも大変だなというふうな、シーズンを送ってしまっているというのが今現状です。で高尾君に関しましてはやはりフォワードの その得点というところに関して、期待をしております。あとですね、まあ、これ起用法については私が述べることではないので監督と戦術だったり、話し合いの中で決まっていくと思いますけれども、ある程度この獲得に関しては監督と十分なコミュニケーションを取りながら話を進めましたので、監督の中でもある程度のイメージはついているのかなというふうには思います。
小学校スポーツ少年団でも一緒にやって、4年生の時クラブチームに移った時も一緒に移って、で中学校からは別々の道に行ってしまって、彼はサッカーをやめたんですけど、ずっと応援してくれてて、その中学校の友人に今回こうプロの世界に入るということを伝えて、何か受けられたことがありますか？いや、それがまだ伝えてないんです。じゃこれからこう伝えて、はい、で、すみません、先生、本当にお話を伺いたいんですけども、今年の選手、インターハイで、初めて、高校全国大会に出場して、こう顔を決めさせるというところを具体的にどういうところにこう助けられたのかというのはありますでしょうか？はい、まずプレーヤーとしてですね、得点を取るといったサッカーの部分での活躍っていうのはもちろんなんですけども、やっぱり彼が先ほどからずっと言ってる決めてましたっていう、プロになるって決めてましたっていう、そういうメンタリティーですかね。全国に行くって決めてました。もう彼は常にもうプロになった気持ちになってるし、全国に行った気持ちになってるので、そういう彼の本当に、いい意味で素敵に勘違いしているっていう現実とはもう全然違うところで活躍したから、もう全国大会に行きましたって行く前から、プロになる前からプロになってますみたいな、そういうメンタリティーを彼はチームにこう注入してくれてるんじゃないかなっていうふうには思います。まあ、余談にはなりますけども、実際高尾が夏怪我をしていて、この3月ぐらいから怪我をしていて、なかなかインターハイの時も怪我明けで、なかなかコンディションが上がらなかったですね。本当に彼が持ってるポテンシャルっていうのを考えれば、もっと早い段階でこう練習オファーがあったりとか、決まるんじゃないかなっていうふうに思ってたところ、なかなかコンディションが上がらなくて、本人もずっと辛い思いをしてたと思うんですけども、ちょっとこう僕も厳しいなというところで、まあ、大学を進めたりとか、ちょっと他の道も考えた方がいいんじゃないのかっていう話はしてたんですけど、本人は行きませんと、プロしか行きませんっていうような、でもプロに行ってるっていうような、そういうところで、最後大学さんからお話をいただいた時に、まさにもうやってしまったかのようなこのメンタリティを、最後先ほど吉野教科部長からあったエリートリーグですね、オルティス戦の試合の、私も夜名古まで車で8時間半かけてやってました。で、高尾選手を見ると8番をつけてやってるんですね。で、まあ、いわば面接ですよね。就職ですから、面接試験、最終試験なんですけど、もうプロの選手になったかのような振る舞いで、びっくりしたのは、ファールされたって、僕がもし練習生だったら、ファールされたけど、相手 J リーガーやし、こっちもすいませんみたいな感じですけど、彼は余裕でその選手に文句言うて、審判にああ言われました。僕、後ろに教科部長と周りのスタッフがいて、どう言い訳しようかなみたいな、どうやってこれを高尾をどうフォローしたらいいんやと思いながら、いや、もうって言うてたら、社長の岡野さんが、いいねって言ってたんで、あ、いいや、これぐらいなんかダメだよみたいな感じだったん で、最後に試合が終わって、その試合はガイナレさんが勝利して、サポーターの方がですね、数百人こう見に来られていて、そこに最後みんな挨拶してるんですけど、その時もびっくりしたのが、高尾選手なんですけど、手振ってるんですね。誰もお前に手を振ってきてるみたいな、誰も知らんっていうけども、プロの選手と同じように手を振っているっていう、その姿を見て、あ、もうプロになってるんだ彼の中で、まさに飯塚高校に全国大会に行く前から行った気にさせてくれる
そういうメンタリティになってくれる、プロになる前からもプロになってるっていう、ね、そういう、まあ、高尾君だからこそプロにもなれたし、今回飯塚高校を全国大会に連れて行っていただいたのかなと、本当に高尾君含めの選手には感謝しかないんですけども、そういうメンタリティが飯塚高校を全国大会に連れて行ってくれたんじゃないかなと思っています。以上です。ありがとうございました。続けてご質問でございましたら挙手をお願いいたします。よろしいでしょうか。
ちょっと詰めて。よろしいでしょうか。他にポーズのリクエスト等ございましたらお願い申し上げください。そうしましたら、このあと個別のご質問と、記念撮影の
話は、ここで終了とさせていただきます。本日は本当にありがとうございました。スピードで気をつけて裏に行くとか、そういうものがまた違う。
憧れの選手、外国人の名前を受けたようで、よく知らなかったんだけど、もう一度ちょっと見る。エヴァンドロフスキーです。エヴァンドロフスキー。エヴァンドロフスキー。完成形です。どこの選手？どこの国の代表？
ずっと休んでて、全国大会前に練習に参加しだしたんですけど、体のコンディションが上がらなくて、一気に取れなかったことっていうのは、県予選は出てたけど、やっぱ今はちょっと甘かったんですけど、一緒に練習せずに、はい、もう完全に休んでオフにして、で、もう体で休めるだけ休みたいので、はい、そしたら体が動かなくて、点が取れなくて、まあ、言い訳にはなりますけど、全国出てもあのぐらいのレベルかっていう感じし、調子が良かったら絶対点取れるし、逆にまだ自信なかったんですか、はい、試合終わった後にくれる表情でいいんで、インスタとかに載ってるような感じで構わないので、ちょっとお願いします。フォール決めても決めなくてもどちらでいいですか。もうちょっと緩くいこう、もうちょっと柔らかい補充できる、なんかこう試合の時に見ても仲間と一緒に撮ってくる感じ。よし、ありがとうございます。ありがとうございます。人を話す感じで、はい、もうカメラに。
はい、すいません、ケルビーさんです。お願いします。この度は、ユーガー、ナイケルでございます。ありがとうございます。ちょっとさっきの質問とかぶっちゃう部分もあるかなと思うんですけど、はい、よろしくお願いします。お願いします。大久保さんが、ちょっと練習も参加したりして、ガイナーレっていうチーム、どういうチームかなっていう、そういうのを教えようと思ってますね。雰囲気がとても良くて、先輩方もめちゃくちゃ話しかけてくれるし、環境も良くて、めっちゃフレッシュやってきたので、そのチームの中で、自分がこういうプレーをしたり、少しボールを蹴るチームというのがありますか？やっぱフォワードなんで、点、得点って部分を期待して見てほしいです。その得点率を上げるために、今後は自分の点を上げたいと思っていて、そこを伸ばしていかないといけないなと、課題の部分を思います。はやっぱり、決定力をやったので、やっぱり練習参加でも思ったんですけど、決定機は作れるんですけど決めきれなくて、そこがプロって難しかったんですけど、練習にも実際に参加しているので、今お話のプロってのは参加というところはどういったところに具体的なアプローチがありましたか？だから基本的な技を止める、蹴るが高校年代と違うし、プレーのスピード感っていうのは全然違いました。通用するなって思ってました。やっぱりその得点感覚の部分です。点は取れてはないかったですけど、決定機は何本も作れていて、その感覚っていう部分は優れてるかもしれません。会見で今寮生活とは違いましたので、プロに決まったとかご両親と一緒に報告されたとか、どういう反応されたんですか？まあ、お母さんはなんか喜んでました。お父さんはこれからもっと頑張れる。ちょっとここから高校サッカーの話になるんですけども、はい、まあ、この J リーグチームが内定したというところで、各チームもっともっとこう高校に対しての視線というか、まあ、厳しくなってくると思うんですけど、そのあたり選手権に向けてどう思いますか？マークがきつくなってもその中でもやらないといけないと思うし、やっぱそのチームで優れてる選手とかはマークがきつくなって当然やと思うので、飯塚高校は13番がエースなんか、それつけてる以上はマークをつけてしっかり決めたのをしてる。その選手権はどこでも高校の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 3年間で一番学んできたことっていうのは、これはやっぱプレー面で言ったらオフザボールとか、中学校の頃はドリブルばっかやってて、持ってからのことを考えてたんですけど、高校入ってからはその持つ前のオフザボールの動きがよくなった。あとは心の部分なんですけど、少しだけ大人になったので、何件でも監督がメンタルがすごいっていう話をされてますけど、その気持ちの強さっていうのはどういうところから来てるんだろうなって、なんか自分の思いますか？多分そもそもが負けず嫌いなんで、やっぱ誰にも負けたくないですし、そういうところから来てるに向けてっていうところで、まさかの話、高校3年間一緒にやってきた仲間についてどういう思いがあったんですか？やっぱ3年間一緒にやってきても出れない選手いるし、3年生の中で出れない選手がほとんどなんですけど、やっぱ出れてない人の分まで結果でちゃんと恩返ししたいと思います。今回のクイズの選手権は100回大会を受けて年数大会になるので、そこで3年生としては全国の大会を目指すその100回戦、記念大会について何か思うところありますか？まあ、特にいないですけど、昔から選手権テレビで見てて憧れの舞台だったので必ず行きたいと思います。じゃあ最後
点感覚が優れてると思うので、いろんな得点パターン、いろんな得点パターンを受けてほしいです。はい、ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。